はい、皆さんどうもピーマンです。というわけで今回8年目シーズン最後の試合の実況にしていきますよ。残る試合はあと5試合でございます。現在のピーマンの成績は打率は3割3分、ホームランが43本で打点が104打点、盗塁が12盗塁となかなかいい感じでございます。残る5試合、最後まで3冠を目指してやっていきたいと思いますよ。オーケー。じゃあ中日戦やっていきましょう。チームもね、あと1勝で、リーグ優勝というところまで来てます。最後、この中日戦勝っていきたいと思いますよ。まずは、ピーマン5枚スタメン出場になります。ボコボコに打っていきましょう。ちょっとね、1位。打率がですね、1位とね、約3分ほど離れてるんですがね、いや諦めん、俺はまだ諦めん。打点もね、1位のバレンティンと、まあ、10打点近く離れてるんですが、俺はまだ諦めん。まだ諦めるわけにはいかんよ、早すぎる。最後まで頑張るんです。行きましょう。ボコボコに打つんです。レッツゴー。さて、チームもあと1勝でリーグ優勝。まあ、現実の横浜じゃまずありえないことですが、ありえない光景ですが、まあこれはゲームですからね、まあそういうことです。 OK、 さてリーグ優勝なるか、そしてピーマンも打てるか。今5番でございます。さてバッター一郎、ワンアウトランナーなし、2回の表来ましたね。まずは先制のホームランいきましょうか。景気よく一発いきましょうよ。ヤオン、ツーシーム、やめてくれ、俺は打てないんだ、ツーシーム。投球は3球目、投げた、どうだ、あーボール球か、やっちまった。1打席目外のボール球を打ち上げてレッドフライ、ダメ。ちょっと悔やまれるね、打ちに行った球ではなかったかな。ほんでワンアウトランナーなし、2打席目やってまいりました。あ、ダメ、オーマイガー、初球ツーシーム手出したな。今なんで手出したんだろう。今2打席目は打ち上げて、お、来たね。1番2対0と負けてます、まずいな。今ここで同点のツーランホームラン行きましょうよ。第9、わーおー悔やまれる、なぜ。第2球投げました、もう今のは悔やまれるね、失投だったのもったいない。来たか、1点伸びろ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 、匂い棒だね。あー今この3打席目も打てませんでした。最後来い、あ、ダメだ、チームはボロ負けだ。お、アタックポイント来たね。ドラゴンズ、お、ワンアウトランナー一塁三塁、このチャンスピンはまず打っていきましょうよ。1点1点返していきましょう。まだ終わったわけではない、まだ終わってないぞ。カウントワンボールワンストライク、投げました、打ちました、どうだ、三遊間のボテボテ、ダメ、あー打ちな、1点返しましたがね、1点返したんですがね、最後打てませんでしたね。はい、チームは4対6と敗れ、リーグ優勝の方を逃してしまいました。しかしまだあと4戦あるんでね、勝っていきましょう。うん。そしてピーマン、今日は4打数0安打、1打点ですかね。いや、最後チャンスの場面、ヒット打ちたかったんですが、フォークを打ってしまい、ショートゴロですか。まあ、勢いがなかったね。うん。ダメ、今日はいまいち監督申し訳ない。ピーマンが打っていたら、もしかしたら未来も変わっていたかもしれない。食事行こうよ、負けた日に食べに行くのか。 OK、 疲れが取れた。ほうほう、田中の評価が上がった。嬉しいような悲しいような。 OK、 行きましょう。うん、どうしようかな、ちょっと調子の方上げていきましょうか。読書をするで、おいえ、いやちょっと悔しかったね、先ほどちょっと打ちに行かなくていい球を打ってましたからね。あ、間違った、まあいいか。 OKOKOK、じゃあ引き続き中日戦でございます。中日戦はこの5年目最後になりますね。この最後になります。ボコボコにしていきましょう。さてチームもあと1勝でリーグ優勝というところまで来てるんでね、ピーマン先ほどはもう情けない、情けなさすぎるね。あんな落ちる球振りに行っちゃダメよね、あんなもん振りに行っちゃ絶対ダメだからね、もう最悪ですよこれ。さてさてと、ボコボコに打つぞ、準備はできている、打点も1打点。しかしまだバレンティンとは十数打点空いてますからね。打率も3分近く空いている。上げていかなければこの4試合でね。4試合で10打点って無理でしょ。いや、諦めない。俺は絶対に諦めない。三冠を諦めてたまるか。OK、行きましょう。今5番スタメン出場でございます。これからベイスターズの攻撃に入ります。バッター、イチロー、シーズン最多二塁打はあと1本としています。第2球、どうだ、抜けろ、ナイス、ゲッチュいただきます。まず1打席目、
先頭バッターとしてヒットを打つことができました。次のバッターは起きたね。今2対0と勝ってます。ツーアウトランナーなし。初球見送ってストライク。カモン、いつでも来い。ノーワッデッドボール。オーマイガー、嘘でしょ。怪我やめてよ。治療を受けているようです。嘘でしょこれ。怪我とかやめてよ。今ベンチからグラウンドに戻ってきました。よしよしよし、ナイス。あぶねえ、危ねえ。怪我で棒に振るとこだったら、わ、危ねえな。藤林くんよくもやってくれたな。あ、ダメ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 。お前がダメ。あー、今3打席目はファーストフライですね。チームはまずい。3対2と負けてますね。ワンアウトランナーなし。チームは1点差。ここでチームは同点のホームラン打っていきましょうよ。投球これから2球目。あー、マジか。セカンド正面の頃。そう、チームは3対2で敗れました。今今日は3打数1安打1四死球とちょっと1個のデッドボールがあってね、怪我したのかなと思ったんですが、まあどうやら怪我はしてないようですな。しかし1本のみですか。くそ、チームも勝てなかった。まずいピンは追い込まれてる、追い込まれてる、ものすごく追い込まれてる。街で買い物に出かけた。ざわざわ、あれってプロ野球選手のピーマンじゃないか。あ、私サインもらっとこうと。いや待てて、俺はやるとは言っとらんだろ。はい、サイン書きますよって言ったら書くけどね、サインもらっとこうってなんでもらえる前提なのかな。おかしいよね。そんなやらんよ俺は。俺はそういう人間じゃないからね。 OK、 盗塁の方一つ増えてますね。どうやら CP が盗塁してくれたらしいですね。現在13盗塁。さて残る試合は阪神戦2試合でございます。諦めず最後まで打っていきますよ。オーケー。チームのねマジック1が点灯しますから、あと1勝するだけの簡単なお仕事なんですが、なかなか決めきれない横浜らしさが出てますね。あと1勝を決めきれない。オーケー。この阪神戦で、勝利してリーグ優勝の方していきますよ。オーケー。さて今5番スタメン出場でございます。ちょっと残る試合3試合、打点数打点数十打点、あと打率も3分ほど、この3試合で上げることはできるのか。いやまあ常識的に考えたら無理ですよ。しかしピーマン絶対に諦めない、絶対に諦めない。ボコボコに打ってやるぜベイベー。もう全打席ホームラン、全打席ヒットでいきましょうよ。オーケー。さてカモン、まずはリーグ優勝ね。チームちょっとねもうリーグ優勝目の前にして勝ててないからね。リーグ優勝目の前にして負けるという。横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対、左バッターボックスは5番一郎。わー、追い詰めるチャンスできたよ。まずここはちょっとヒット狙いでいきましょうか。フォークは外れ、シューマイいきなり先制のチャンス。今ここで打てるか。第2球アウトローを見送ってストライク。ちょっとねここはヒット狙いでいきましょう。いつもの足をシュープレーするところなんですが、どうだ、いけ、わーお、アウチ。今この得点圏、点を入れることはできませんでした。これからベイスターズライトライナー、わーお、チーム1点入れられてますね。今4回の裏ノーアウトランナーなし。ダメ、内野安打があるか、内野安打があるか、カモン。ショートから一塁送球、ダメ、際どいタイミングであるんだけどね。これからベイスターズの攻撃に入ります。打てない、まずい。バッターボックスはイチロー、シーズン最多二塁打まであと1本としています。外れた、もうチームは2対0と負けてますね。ピーマンガーの場面、点を入れていたら未来も変わっていたでしょう。いやしかしまだ諦めるには早すぎる。まだ終わったわけじゃない。6回の裏ですから2点差投げた、十分逆転可能。まずいワンツー、簡単に追い込まれた。ここからどうするべきか。投げた、おー、これは完全なボール球。ツーツー、カウント2ボール2ストライクです。どこに来る、投げた、よしよく見た、スリーツー、勝てカモン。どこでも来い、俺はどこでも空いている。投げた、ダメ、アウチ。セカンドから一塁送球。キーマン3打席目はセカンドゴロですか。バッターは一郎、シーズン最多2打席、1点差。シーマンここで打たんか、ツーアウトランナー一塁。第2球3打席ヒットは全くない。はっきりしたボール球、しかしここで逆転のツーランホームラン打ち込みです。結局はここで決めるんですよ、レジェンドっていうのはね。投げました、ダメ、サカボールを取った二塁アウト、スリーアウトチェンジ。アウチ、一塁なぜだ、右へ、なぜ決めきれない。お、来たね。イチロー、シーズン、チームは3対3の同点。今サヨナラホームラン行きましょうよ。
来た、どうだ、ようやく出た、ようやく出たが、あーシングルヒットか。打球は良かったんだけどね、長打警戒ですか。ダメ、チームは3対3の同点ですよ。さてワンアウトランナー1塁、今ここ5打数4打数5打数1安打かな。第2球アウトコース低め、さてこのチャンス、今打ってチャンスを広げるか、それとも、ああダメだね、広げることはできませんでした。ご苦労さま、サカンバお疲れさん。これでツーアウト、さてどうだ、チームは処理することはできるか。ノン、ダメ。あ、しかしリリースをしましたね。どうやら引き分けでもリリースをできたようですね。はい、いいリリースですね。喜んでるね。危ない危ない、落とすなよ、今あそこにいますね。いいですね、ピーマン、マイライフでは2年ぶりのリリーションになりますね。選手たちがファンの声援に応えています。そして今日ついにリーグ優勝にたどり着きました。最高の瞬間を迎えています。はい、2年ぶり4回目のリーグ優勝することができました。よかったよかった。しかしピーマン、ちょっとこの試合打てませんでしたね。打率の方も大幅に下げ、得点圏の先制のチャンスでは打てず、死んでしまえばいいのに。ダメ、全く打てないね。さてと、まだ終わったわけではないんでね、残る2試合残ってますから、最後まで諦めず、今日は6打数1安打といまいちの結果に終わってしまいました。監督申し訳ない。 OK、 ベイスターズは見事優勝果たした。近くのホテルへ移動し、ほうほうほう、ポン、ビールかけ、プシャープシュー、 OK、 ピーマン行くぞ。それはシュワーなんで違うんだ、音がプシュー。コーチを見つけた、行きましょう、攻撃だ、ムムムきたか、ピーマン、うわこの野郎、どうしよう、監督はやめておこうか監督はやめておきましょう、ちょっと評価下がるとね、ちょっとまずいんでね。ん、おどうやらピーマンがゲストとして出たらしいですね。そうかな、俺6打数1安打出すと思うんだけどな、呼ばれるの俺じゃないと思うけどね。まあその辺突っ込んでも仕方がない。試合の方はまだ残ってます。残るは2試合、阪神戦やっていきますよ。うん、行きましょう。お、どうやら我が嫁が見に来たようですね。さてピーマン5番スタメン出場になります。まだ終わったわけではない。ちょっとここ数試合ひどさが目立ちます。ホームラン1本打ちたいね。最後にもう打率と三冠王の方は諦めた、もう無理だ2試合で数打点数十打点、打率を3分ほど上げるなんて俺にはできっこないよ、もう無理だ、諦めましょう。いやー、三冠王ね、目標にやってきたわけなんですが、ちょっともう無理ですね。マジか。しかしまだ2試合残ってますから、悔いのないように打っていきましょう。ボコボコにね、我が嫁も見に来ましたからね。横浜スタジアムです。オーケー。横浜 DeNA ベイスターズ対阪神ロッテ。バッターボックスは一郎。ノーアウトランナー一塁。さて、このチャンスでピーマン打てるか。第9。ここが149のストレート、非常に速い。投球これから2球目。あ、今のうちに行ってもよかったから、もうね、お前が3球目投げました。ダメ。はぁ、グラブを打ち上げてキャッチャーフライでワンアウト。ピーマン1打席目はキャッチャーフライですね。ちょっとひどさが目立つね。あと1本としています。 OK、 第2球投げました。これはショートの、あー、ダメ。内野安打来るか。内野安打はない、アウト。ダメ。村中選手マウンドを降りまして、3打席目がやってまいりましたよ。ピーマンちょっとここ数試合打ててませんからね。チームは3対0と勝ってます。ノーアウトランナー1塁。第2球投げた、アウトコース低め、グラーブ。うんうんうん。第3球を投げた、ダメ。あー、簡単2ストライク追い込まれた。第4球を投げた、打ちました。うわー、ゲッツーか、マジか。2塁送球、2塁アウト。あー、ゲッツーではないにしてもまたも打てず、全く打てないね。チームは5対0と勝ってます。今ここ3打数0安打、あと1本としています。ヒット1本もなく、第2球投げた、ボールが続く、投げた、
高めボール、高めボール、カウンター3ボール、第4球を投げた、イエッチいただきます。オーケーチェンジアップ、うまくタイミング合わせたね。レッツゴー、この試合初のヒットの方打てましたが1本のみですか、寂しいね。9の8対0と勝利しましたが、今勝利には全く関係なく、関係のない場面で打ったね。いやもう最悪だ。さてピーマン、今日は4打数1安打、ちょっと悔いの残るね。クソボールに手出してるね。さて次最後になります。阪神戦ですね。ちょっと休みがあってかな。オッケーオッケー、次最後ですね。さあ8年目シーズン最後の試合、悔いのないように最後1本打ちたいね。ホームラン、ホームラン、悔いのないように1本打ちたい。どうでしょうか。さてピーマン5番スタメン出場になります。行くぞ、絶対に最後、最後悔いの残らないよね。このまま終われないでしょ、こんな情けないまま。何ヒットしか出てねえじゃん、シングルヒットばっか。のんのんの8年目のピーマン、ホームラン狙いでやってますから、ダメ、ここで打たないと最後悔いを残すわけにはいかん。この悔しさを残して終えるわけにはいかんぞ。絶対に絶対に打つんです。行きましょう、悔いは絶対に残さない、レッツゴー。阪神戦ですね。横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガース。さていきなり1打席目来ましたね。バッターボックスはイチロー。今2対1かかってます。ツーアウトランナーなし。プロか、これはよく見た、素晴らしい。見る球が打ちに行く球ではない。投げました、ダメ、クソボールに手出したね、ダメ。来い、投げました、あーもう打ちました、ダメだ、今日もうダメ。ショート落下点に入りました。あのね、わかる、もうクソボールばっか手出してる。ダメ、ピーマン1打席目は打てませんでした。バッターはイチロー、今2対2の同点、ツーアウトランナーなし。投げました、変化球ストライク、外逃げる、サークルチェンジ、タイミング合いません。あーダメ、ここも打ち上げた、引っ張っておきたかったのね、タイミング合わなかったか。2打席目もレフトフライで凡退。オーケー、今4対2と勝ってます。ツーアウトランナーなし。うわ、またもか、はい、ここもレフトフライで3打席連続凡退。お、今4対4の同点。ここで最後打ちましょうよ、さよならホームランをね。これならもう悔いは残らないよ、きれいさっぱりだ。 OK、 投げました、ドロップカード、カウンター2ボール、投球は3球目、投げました、アウトサイドスライダー、ツーワン。さあ4球目、ボール、これはわずかに低いか、カウンター3ボール1ストライク。わー、打ちに行く球じゃないな、もうなんであそこ打ちに行くんだろう。これからベイスターズの攻撃に入ります。今ここ4打数0安打、シーズン最多に塁打まであと1。わー、おマジか、最後どうだ、内野安打。はい、ピーマンの最後の打席、8年目最後の打席は内野安打でございました。いや最後1本打ちたかったんですが、どうやらピーマン今日調子悪いですね。今日はもうクソボールにしか手出してないんでね。はい、最後見事情けない結果で終えてしまいました。ホームライン1本も出ず、打点は1打点のみ、打率の方も4輪5輪6輪ほど大幅に下げましたね。はい、終わりました、三冠王。ちょっと土壇場の弱さが目立ちましたね。もっと頑張れていたらあったかもしれません。お、通算打率の更新を記録しました。ほうほうほう、どうやらピーマン通算打率の記録を更新したらしいですね。ちょっと見ていきましょうか。野球の方、9月月間 MVP、 ほうほうほう、はい、今季1位というわけで、次回はクライマックスシリーズファイナルステージの実況をしていきますよ。 OK、 さて
今季のタイトルはどうなる。本塁打をベストナイン MVP、 イエース、レッツゴー、よかった。三冠王とはなりませんでしたが、本塁打王、そしてベストナイン、そしてシーズン MVP の方を獲得することができました。いやー、まあ三冠王を目指してやってきたわけなんですがね、少し悔やまれる展開ではありますが、IP マンの成績見ていきましょう。今季の成績は、打率は3割2分5厘、試合は144試合に出場して、打数は567、安打184で、前年と比べ20安打ほど増えてますね。そして2塁打53と、シーズン2塁打、最多2塁打までね、あと2本で記録更新だったんですが、記録更新することはできませんでした。ちなみにね、シーズン2塁打の最多記録保持者はピーマンでね、2018年の6年目ですかね、54本で達成しています。三塁打は1本と珍しく打てました。ホームランは、キャリアの中でも一番多い43本、打点は105打点で、得点圏が2割8分1厘と、ちょっと得点圏の弱さが目立ったかな。ホームラン率は、13.2 と前年に比べ 0.1 増えてますね。そして得点は121で、これまたたくさんの得点に絡んでますね。そして三振28、ファーボールは58で、デッドボールは2、ギダギヒは2で、併殺が7と、これは、スタメン定着して一番少ない併殺数になりますね。最後1つ併殺してしまいましたが、 OK、 盗塁は14、成功率 8.75 と、盗塁の中でもこれは、キャリアの中で、まあ、同率ですね。3年目の14と同じで、そして成功率8割と、ものすごくいいですね。出塁率は 3.88、ちょっともっと欲しかったね。そして長打率は649と、これまたキャリアの中で一番高い長打率、OPS は 1.03 と、まあ、3年連続1点台ですね。10点台ですか、10点台ですね。そして猛打賞は18回で、対左打率は3割4分4、対右は3割1分5で、失策エラーは3で、守備率は 9.75、そしてね、全成績の方を見ていきましょうよ。どれだけちょっとタイトルに近づけたのかというのをね、野手ランキングで見ていくと、まず打率の方は、あ、これは無理だわな。いやもう1位がもうダントツですね。1位の今井が3割6分3厘で、ダントツの1位でございます。2位以下はまあ接戦ですね。ピーマン今季打率は5位に終わってしまいました。そして安打数はピーマン3位ですね。1位以内で210本、すごすぎる。そしてホームラン43本でバレンティンと 2本差で1位、そして打点はバレンティンが128打点で1位、ピーマン2位で105打点、下104打点でちょっと危なかったね。 OK、 まあこんな感じで終わってしまいましたね。そして最後歴代のねちょっと記録を見ていきましょう。ピーマンどうやらね、歴代の通算記録の方にね、どうやら記録を樹立したらしいので、まずは球界全体、そしてどれだ、野手シーズン記録、打率、ほうほうほう、お、入ってますね。あ、これじゃない、シーズンじゃないね、これ違うわ、シーズンじゃない、間違った、通算ね、通算記録の方で入ってた。お、ダメ、これですね。あら、野手中3、あ、中3、これか、打率ですね。OK、 ピーマン現在通算で1位でございますね。通算打率3割2分4で1位ですね。4人でね、2位はリーで3割2分ですが、しかしまだ差はないのでね、これからもじゃんじゃん打っていきたいと思います。 OK、 じゃあ今回これにて実況の方終了したいと思います。今季の目標だと三冠王の方は取ることはできませんでしたが、2年連続本塁打王、そしてベストナインシーズン MVP と、まあね、三冠王こそは難しかったですが、まあなんとか良かったんじゃないでしょうかね。OK、 じゃあ今回これで実況終了したいと思います。次回クライマックスシリーズファイナルステージの方実況していきますので、もしよかったら見てくださると嬉しいです。じゃあね、ご視聴の方ありがとうございました。また会いましょう。